と、ヨズキウォフでございます。そして今からトロはオカミちゃんブルー。あー今、正式班が始めました。そして、今、ネクロのキャラクターをやってます。ので、なんかネクロについてちょっと、ゲーム遊びながら、スキル、ウェペンスキルとか、説明したいと思いましたけど。じゃあ、まず、1見れば、まあ今、ダガーと、ウォーホーン。ダガーとウォーホーンの、コンビネーションで、やってますね。ダガーとウォーホーン。そして、あ、攻撃されてますね。ちょっと待ってください。はい。じゃあ、まず、1はネクロリックスラッシュ。普通の攻撃ですね。だいたい、1に出てくる、スキルは、ウェポンスキルは一番基本的な攻撃ですね。次は、ライフサイフン、2番は。ライフサイフンです。これを使って、敵から回復できますね。敵から HP を盗んで回復できます。そして3は、ダークパクト。これを使うと、敵が一瞬動くなくなりますね。じゃあ、動いてる敵いないのかな？じゃあ、あ、こいつ見て。あ、こいつには多分効果ないかもしれないけど、一応使ってみます。さあ、上に見えますけど、これインモバイル。ちょっと動くなくなりました。今は消えましたけど、一瞬、動くなくなりますね。そしてじゃあ、4は、Wail of Doom。これは今、ダガーじゃなくて、Warhorn のスキルになりますね。Wail of Doom は、Screech of Wail of Doom。これも、敵をデイズというか、もう、こいつ、どうなってるかな。あ、もう戻った。終わったかな。はい、そう、敵を動く。敵の動きをコントロールするスキルですね。それ今やってみます。4。そして、一瞬なんか敵がちょっと混乱されてます。一瞬だけですから、ですけど、一応その、それは違うスキルと一緒に組んで、コンボを作ったら結構効果ありますね。じゃあ、5番。これは Locust Swarm。これを使って動きが速くなる。なるし、近くにある敵にいろんな効果を、エフェクト、なんていうか、コンディションをつけます。そう、例えば、今、コンディションいっぱいつけてありましたね、敵に。あ、そう、それは、ダガーと、ウォーホーン。次見せたいのは、ウォーハマーと、まず、片手の、アクスと、これは何ですか？フォーカス。フォーカスのコンビネーションで、ウェポンスキルを見ましょう。あ、こいつまだ生きてる。OK。じゃあ、1番は基本のスキルで、スラッシュ。そしてこれは、距離、600で、あまり近くいなくても攻撃できますね。そして次は2番。2番はいっぱい攻撃する。見ましたかな？じゃあもう一回2番押してみますね。あ、終わった。ほっぺに敵いますかな？どこかに。敵。では、少し待ちください。敵見つけようかな。あ、ウサギ。じゃあ、ウサギで。それは2番でした。結構効果ありますね。ウサギに対して。We worked hard to wreck that camp. No way we're just gonna let them rebuild it. Okay. Take 2.2つ目は、アンホーリーフィスト。3番、これは、アクス、オノ。の、アクスなんか、アクスだね。オッケー。オノの、アクスの3は、アンホーリーフィスト。これ使って、近くにいる敵に、ダメージを与えて、
Crippled というコンディションもつけます。はい、見ますね。ここにつけてあります。さあ次は Reaper's Touch。これは一人の時はそんなに効果ないけど、なんかグループの時に結構効果ありますね。これはスカイスを出して投げて、それは敵一人ずつになんか当たってコンディションをつける。そして仲間にも当たるかもしれない。そして仲間に当たったらブーンつけます。それはなんか強める。エフェクト効果。これは人がいる場所がいいかもな。まあ。でもとりあえずここでやってみよう。Reaper's Touch。声出して、こいつにコンディションつけましたね。あとは5番は敵をチル。おお、いっぱい。やばいな。はい、じゃあ。じゃあ逃げないといけないね。じゃあこいつに出そう。あ、ダメだ。じゃあこいつ殺そう。コンディションになってるね。これはめんどくさいね。あら、みんなつ、聞いたな。OK、助けに聞いたな。うん。死んだかな。あ、なんかイベントになってるな。それはやばかったな。さあ、ここに参加しよう。じゃあ、この印見たら、こいつら守らないといけないっていう意味だ。そう、どこでしたっけ？さあ、そう、Reaper's Touch 出したら、敵に効果ありますし、仲間にも、ブーンつけますので、仲間の強めるのに、仲間のサポートのに、使ってもいいです。いいでしょう。次は5番。Chill your target. これは Chill という効果が、一つのターゲットにつけます。それで、Chill されたターゲットは遅くなります。例えば、じゃあこいつを Chill しよう。まあ、どのぐらいわか、あの、ここがあったってわかったか、わからないですけど。あ、これも、4出して、3、2。あとはこの6番今使ってるのは、これは、ウェペンと関係ないですけど、いろんな回復能力がありますね。最初は Summon Blood Fiend。こいつを出したら、彼が敵を攻撃するときに、少しずつ回復しますね。あ、回復出したけ、それはライフ。そう、回復でしたね。そして、こいつを、6もう1回出したら、こいつが死んで、自分が、回復できますね。そう、ちょっと、攻撃されたら、OK、よし、OK。もっと攻撃されたいんですけど、どう？まあ、少ししか、ないけど、これ押したら戻ってきます。よし。OK。ヘルプは全部戻った。そして、次この、Signet of Spite。7番で使ってるのは、すげえいい。すごくいいやつだと思います。これは、このいろんなコンディションの敵につけます。例えば、敵どこいる？全部見つけたかな？あ、ここだった。OK。どうやって行くかな？いやー！ 100%！
OK、誰か、まだ敵どこかいるかな？あ、ないこれ。なんか今を見、ないこれ。Queensdale map completion。Nice。Mighty's、これは 100% になってこれもらっちゃったみたい。Mighty Swindler Pants. Armor class unusable by your profession. 使えない。じゃあ、これは、どうだろう。これはもう持ってるかもしれない。186、227。持ってるかな？あ、174。もうちょい強くなるかな？これ。ああ、強く、すごいね、これ。OK。次は、Basic Transmutation Stones。Double click to consume. Double click to combine the appearance of one item. そこ、Transmutation Stone のやつは、例えば、なんか装備したやつが、その、なんていうか、見かけはすごく気になってたのに、次のもっと強い装備は、なんかちょっとなんか、見にくい、なんか前、好きじゃないやつだったら、このトランスモーテーションストーンで、前使ってた装備と同じような、姿できますね。なんかその、見た目が前のやつと同じようにできます。その、OK, じゃあ、これ、見せたい。あとは、この、ウォーホーンの5番は、すごく移動してるときに便利です。例えば、これ今押したら、速くなります。あとは、他の回復のスキルなんですけど、この consume conditions は、自分にコンディションが付けられたときに、そのコンディションを、食って、その代わりに回復する能力です。あ、これは多分 PVP で結構いいですけど、PVP でもなんか使えると言えば使えますけど、この低いレベルのとこにあまりコンディション付けられた時はあまりなくて。あ、でもまあ一応結構便利かもしれません。じゃあ、Well of Blood。これは、なんていうか、マルをつけて、そのマルに入ってる、そのハニーに入ってる人が回復します。あ、一応、これをやって。はい。そう、7番を見せたいですね。そう、今7番を押したら、この、いっぱい、コンディションつけてしまいます。じゃあ次は、この、こいつはここに置いて、セプター。セプターの中に、まず1。これを使って、コンディションつけ、ブリーディングつけます。2番は AOE、Area of Effect で、また、コンディションつけますね。crippled。そして、3番。3番はすごいです。3番は、コンディションが、つけてあれば、つけてあった、あるほど、ダメージしますので、例えば今、さっき、signet of spite と一緒に、3番を使ったら、もうすごくダメージできます。7番が戻ったらやりますね。あと、この8、まあ、とりあえずこの8番は、Signet of Locust。これも使ったら、まあ一応、Passive と Active の Ability があります、Signet とは。そう、Active の Ability で、普通より速く走ります。違いを変えるということを変えないかもしれませんけど、一応、これを変えて、ちょっと遅くなりましたね。そして、また、Signet に、
変えたら、切り替えたら、若干速くなります。もう一回、してますね。そう。変えて、若干遅く、ありましたな。そして、このシグネットをつけて、若干速くなります。そして、アクティブでこれを押したら、敵から、ヘルスを奪います。一応こいつに攻撃して。はい、じゃあ、それちょっと、ヘルスか姿ね。これ押したら、あー、死ぬな OK、もう一回。じゃあ、こいつに攻撃されたら、攻撃して。もう一回。はい。ああ、でも、クールダウンか。はい、じゃあ、今回は、7番にするね。そう。これは、すげえカンボ。7番の、Signet of Spite で、ああ、でも、こいつも弱すぎね。もっと強いやつじゃないとダメ。OK、でも、じゃあ7番で、OK。そう、まず、どうしましょう。そう、じゃあ、ロケスウォームでクリップルをダッシュをつけておいて、その後、あ、グラスピング、クリップルとブリーディングつけておいて、その後は7番でこのいっぱいのコンディションをつけておいて、コンディションがいっぱいつけてある、ままで、3、Feast of Corruption を使って、Feast of Corruption は、コンディションがある、あればあるほど強くなりますので、まずいっぱいコンディションつけたら、Feast of Corruption はものすごくダメージ与えられると思います。じゃあ、試してみましょう。まず、2、5、7、and so on。それで死んだ。じゃあ、もう一回。今回もちょい、いっぱいコンディションつけてみましょう。ああ、でも、クールダウンだね。まあ、クールダウンは、待ちながら、8番、シグネットオブロケスト、試してみましょう。OK、じゃあ攻撃して。OK、じゃあヘルスカー下がったですね。そう、8番を押したら、少しヘルス奪う。でもこれは一人の相手に対してあまりヘルスが戻れないから、まあ良くないかもしれませんね。だから8番はやっぱり、いろんな敵。何匹の敵と一緒にやらないとダメですね。あとこれは結構いいことですけど、このアイテムがいっぱいすぎてて、アイテムがいっぱいにならないように、このインベントリーの隣にオプションズがあって、ここに Deposit All Collectibles 1番目のオプションで押したら、一瞬、クラフティングで使えるやつは全部クラフティングのところに移動されます。結構便利ですね。あとは、例えば、このクルードサーヴィッジキットをダブルクリックすれば、使ってない武器も、クラフティングのアイテムに、変更できますね。では、それと、これも使わないけど、まあ本当にこれは打った方がいいかもしれないけど、まあ、まだ弱いやつだから、いいんじゃない。チェインメールいらない。ガウンネツいらない。まあ、とりあえず、少し、このような、クラフティングで使えるやつに、
変更したから、これを押して、で、パズルをコレクティブルすれば、それ消えるね。そう、そんな感じで、インベントリーの管理、整理できますね。じゃあ、これ、3つあります。3人がいますね。そう、これを使って、シグネットを使って、そこから少し、HP を奪います。そして、じゃあ今、Death Shroud に入って、4を押したら、Death Shroud が長くするための Life Force も奪います。3を押して、強い攻撃できます。1を押して、普通の攻撃が続きます。そして、例えば、こいつとから逃げたいなら、2を押して、違う敵に移動できます。じゃあ今、回復の、なんだっけ、Well of Blood のやつ、やりますね。あ、結構攻撃されてますね。やばいかもな。あ、こいつは多分、すぐ死ぬと思います。じゃあ今、ダガーに変えて、こいつを殺そうとする。じゃあ、4を押して、コンディションスケーター。5を押して、もう一つのコンディションスケーター。5を押して、もうちょいコンディションスケーター、死ぬ。OK。そう、それは OK。最後に、7番と3、この、Signet of Spite と、Feast of Corruption と、他の、コンディションをつける、こともう一回、見せたいと思いますけど、なんかありますかな。じゃあ、こいつにしよう。じゃあ、まず、ダグから始まって、どうしよう、4で、vulnerability つける。5で、chill つける。その後、また、セプターとウォーホーンに戻ってどうしましょう。7使ってこのいっぱいのコンディションをつけておいて、そしてその上にフィーストオブコラプションやってみましょう。 OK。 そう、何が、じゃあまずは4、そして5、There's a switch, 7, and 3. Boom. So, it's, わかると思いますけど、ほとんど HP 全部消えましたね。その後いろんなコンディションをつけてから、Feast of Corruption を使っていただいたら結構効果があるでしょう。まあ、これから他のアビリティもいろいろ試してみて、他のスキルもいつか説明動画作りますけど、ネクロは私のメインキャラクターですので、基本ネクロのスキルについて説明しますけど、後で他のクラスも少しずつ友達から動画もらったりとか、前なんかベータ班の時に、撮影した動画を使って説明するかもしれませんけど。まあ、一応、これはほとんどのネクロのウェポンスキルできましたけど、残ってるのはスタッフだけ。スタッフは AOE のスキルが多いですね。AOE は Area of Effect。そう、1は Mark of Blood、これで Bleeding をつける。3は Chillblains、これでポイズンとチルつけます。耐えます。なんて言えばいいか。Okay, Putrid Mark. これで、Inscribe a mark that transfigurations from all allies to fools. これは、PVP の時は役に立つと思いますけど、例えば自分の仲間が、コンディションがあったら、そのコンディションは自分の仲間じゃなくて、敵に移ってしまいます。そして、5番は Inscribe a mark that causes fear when foes trigger it. そう、これを使ったら敵に Fear を
つけます。じゃあ、4番は今、前、なんか、ミス、あの、前、グループと一緒じゃないから、前、使えないですけど、一応、2、3、5、ちょっと見てみましょう。まず、2で、ブラッドをつけます。ブリーディング。ああ。まあ、大丈夫だ。一応、1で攻撃して。OK、さあ、ブリーディングつけたね。そして、3番。で、またコンディション2つつけました。あとは5番で、彼が逃げる。よし。さあ、殺そう。ナイス。OK。さあ、今回の動画はそのぐらいでいいじゃないかな。また、みんな、テルヤで会いましょう。